ここ、あ、ここだここだ、こんにちは。あ、こんにちは。大先輩、何してたんですか。ちっちゃいですね。今、はい、今みんなでね、ファッションショーしてただけだよ。どうしたの。すごい、カーネもね、お洋服買いに来ました。あ、いいね、やっぱり警察はそんな感じの服着てて、着てちゃいけないからね。あ、本当ですか。あ、なんか、あんた、なんか、布も少ないわね。も少ないよね。こんなんで。え、かわいいんじゃないっすか。市民のこと守れるのって話なんですけど。もちろんもちろん、こうみんなのお目目を浄化していく、そういうスタイルです。いやいや、そんな人の肌見たいなんて。え、やめていいですか。見たいって言ってよ。かわいいだろ。かわいいだろ。おげおげおげなぜ。いや、しちゃった。社長にチクっちゃうよ。え、それだけはちょっと勘弁してもらいたい。社長と同期だぞ、こっちは。ちょっと勘弁してくださいよ、ちょっと社長に。ちょ、怒られまくってんね。うちのボスに何してんだ、てめえ。すいません、すいません。キノコ狩りしよう、キノコ狩り。 あ、ちょっと待って、電話来たわ。もしもし、すいません。どうしました。え、ちょっと、ちょ、やめて、やめて、やめて。なんで、なんで、なんで。ただ洋服選んでただけなのに。違う、なんかオタクの、違う、お供せ。違う、違う、違う。奏でさんって方、待ってください。ブランチもらったんですけど。あめー、教育どうなってるんですか。すいません、あと何番ですか。すぐ迎えに行きます。8045にいるんで。ちょっと、言わないでって言ってんじゃん。早く迎えに来てください。すいません、あのちょっと用事が。すいません、行ってきます。あいつは何をしているんだ。しかも出勤したてじゃないか。あいつ10時に来るっつってたから。なんかでもいいことだよね、元気っていうのは。本当にさ、かなちゃん、お母さんね、かなちゃんのおかげでね、大原すばるって呼ばれてるの。あ、いるわ。すいません、今かなでちゃん喧嘩してます。あ、了解、迎えに来ました。すいません、とはお待たせしました。どうしました。違う違う違う。あ、なんか殴っちゃったみたいで。そうなんですよ。違うんです。殴っちゃった。この方なんか危ないんで、一人で行動させるのやめてもらっていいですか。渡辺さん、手が空いたら。確かに。お母さんはいつも離れた状態なんですよね。いや、あの、奏どうしたの。お母さんの目を見て話して。この人が警察の制服に対して文句を言ってきたんすよ。そうなの。とはなんか裸なんで、裸も当然だから、そんな肌色とか見たく、なんか肌色を見たい人がいっぱいいるみたいな、裸の、なんか肌、見せたい人がいる、なんか見たい人がいっぱいいるみたいなことを言うんで、いや、そんな見たくない人もいるかもしれないですよって言ったんですよ。はいはい。いや、これは侮辱罪ですね。侮辱罪。侮辱罪。なるほど。すいません。こちらで指導しておきますんで、すいません。すいません、すいません。痛み分けです。すいません、殴ったんで、すいません、これで痛み分けで、すいません、こちらも、すいません、絡まないように指導しておくんで。あ、ありがとうございます。すいません、ほんとすいません。なんでだよ、じゃねえ、かなで、お前お前、勤務して何分で事件起こしてんだ。殴っちゃダメなんだよ、警察は。かなでさん、かなでちゃん、警察愛がすごいんだね。帰るぞ、服装バカにされてね。そうだよね、かなで。でもやめとこうね。すぐカットなるため、すいません、大変失礼いたしました。すいません、大変失礼いたしました。いつも待ちの安全をありがとう。今回は見逃した。ありがとうございます。すいません。何これ。こんちゃん。はい。かなでお前どこに行ったかと思えば。あ、車を合わせました。ボロボロですね。いや、そうそうそう。先輩も直しますか。ああ、直してもらっていいですか。もちろんですよ。これって経費でできますか、車って。かなで経費ですか。経費なくなったんで、自費になりました。給料いいんで、うち。あ、経費じゃなくなったんだ。嘘だな。かー、警察よりは。許せて。警察、警察、警察、今警察いなくなりました。かなで、あ、お母さんなんて言った。かなで、お母さん何人だよ、あんた。時間的に最後フリーがあるかもなんて一応お母さんにして覚えないです。悲しいよ、お母さん、そんなこと言われたら。マジか。悲しい。かなちゃん、お母さんね。か、母ちゃん今3人いるねん。誰3人って。ラプマリン、マリン船長とノエル先輩とスバル先輩。お母さんね、もうね、あんた何回、何回サバ
さん。はぁはぁじゃないよあんた。はい、お母さん悲しいんだからね。お母さん悲しいの当たり前だろ。ごめんなさい。あんた報告もせずこんなカーサービス行って、お宅の娘さんに殴られて出血して死にそうなんですけど病院呼んでいいですか。はい、もちろんです、すいません。あ、病院さん、かなちゃんあなたね、払いなさいちゃんと。かなちゃん、あんたもうカーカー様で終わったの。カーカー様やってないです。あの車ピカピカになった。ピカピカになりました。じゃあ仕事に行きなさいかなちゃん。お母さんこんなところにねずっといるかなちゃん見たこと見たくない。かなちゃん、お母さんね、働いてるかなでちゃんが見たい。あんた気が向いたらギャンブル行って、血税の無駄遣いやめなさい。かなちゃん、でももう24時ですよ。早いけかなで。しょうがないな、お母さんじゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。おいやばい、おい、ちょ操作がうずい。気をつけて、かなちゃん、かなちゃん気をつけて。働きますね。どこに行けばいいんすか。パトロール、パトロール。オッケーです、任してください。かなちゃん信じてるよ。かなちゃん信じてるからね、お母さん。キャバクラ行きたいの、興味あんの。ちょっと見てみたいな。かなで、お前お母さん言ったよね、仕事してほしいって。行かないの。え、でも所長もキャバクラさ、そうですよ、俺から連れてくって言ってましたよね。いやいや、どんな車乗ってんだよ。ちょっとかなりお前働け。ちょっと助手席乗ります。早く行け、早く行けお前。ねえ、なんで、これはしょうがないね。もうやだ、ちょっと広いね。